こんにちは私はミンはィンキョウと申します。今は24歳で、えっと、大阪の大手前大学であの国際科学計画を学んでいます。私は、えー、2018年にマンドリー外国語大学から日本語で卒業されてそれから2019年に t l b t の n 1合格して、今は本来なら日本に、まあ、いるはずなんですけど、今はコロナのせいで今、日本へ行けなくなって、自宅で日本からのオンライン授業、オンライン講義を受けて、大学を進学しています。 あの日本語の先生としての経験については、あの2018年に卒業してから、1年半間ぐらいはずっとあのパートで日本語の教師やってて、あのマンダレのいろいろな格好で、あの、絵の子から絵のんとかの2までずっと教えてて、それからも、えっと、日本の会話クラスとか、 いろいろ教えて、今は、今もオンラインで自分と日本語を教えている学生は何年かいるんですけど、あの今は学校,の学校の内容も難しいし、今国際関係学で日本の大学で勉強しているから、あんまり 教師の方は一旦辞めてますけど今は自分の大学の授業とかも慣れてきて今もまあ多分日本へ行けるのはいつか分からなくてオンライン授業はいつまで続けるのかも分からなくてですのであのこの仕事をあの申請しようとしとあと決めたんです、えー、オンラインで授業やるのは 自分が受け入れられる方だけで、自分が先生になるのは、えー、多分ん初めてだと思うので、うん、オンライン経験としてはまだまだですが、でも、ずっと日本語の教師やってて、教材作るのも自分できるので、PowerPoint とかウォールとかもあのちゃんと使って、えっ、ー、と、日本語の基本とかもちゃんと教えられるので、よろしくお願いします。